全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキンです。今回はキャンプでマジで役立つ便利グッズ紹介したいと思います。ゴーエルというメーカーが出してますバック止めるベルトプラス、こちらですね。これめっちゃ便利なんですよ。今回はこちらを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まず皆さん、どういったカバンでキャンプに行ってますでしょうか。ナップサックで行く方が一番一般的ですかね。あとは車で行く方はコンテナ持って行く方もいらっしゃいますね。僕はですね、こういうボストンキャリーなんですね。この道具は、ボストンキャリーとかキャリーバッグでキャンプ行く方に使える便利グッズなんですね。普段ですね、こういうボストンキャリーとかキャリーバッグにキャンプ道具入れるじゃないですか。こういうね、テントとか、あとはタープとかですね、そういった大きい荷物、これをこの中に入れちゃうと、もうそれだけになっちゃって、他のキャンプ道具入らなくなっちゃったりしません。なので、こういうテントですね、ボストンキャリーとかキャリーバッグのこの上の部分に置いて、乗せて運ぶなんてことないですか？で、そういう時って、まあ、ここにこういう持ち手がついてるんで、ここにこう引っ掛けてですね、運んだりすると思うんですけど、でもこう、運んでる時にこれがベロンとこう、回っちゃったりとか、こう落ちちゃったりとかってあると思うんですね。で、パラコードでぐるぐる巻きに巻いて、まあ、固定させるというやり方もあります。ただ、初心者の方には難しいですし、上手にやらないと縛ってもほどけたりとかですね、こう縛った隙間からずれてしまったりとかしてですね、うまくいかなかったりしますよね。で、その時に役立つのはこれなんです。で、これをちょっと一度ですね、つけてみます。で、こういう見た目になってるんですけど、ここで長さを調節することができます。こんな感じで長さ調節できて、ここに一方をこうぶら下げて、で、ここに物を置いて、で、これを上に付ける。ただこれだけ。これもう固定されてます。なのでこういうテントとか、あとタープとか、あとクーラーバッグ、あとは薪とかですね、なかなかこのキャリーに入りきらないようなもの、これを使うと、これも上に置けるので、なので電車キャンパーでも大きな荷物を持っていけるというわけなんですね。これめっちゃ簡単じゃないですか。めっちゃ簡単なんですよ。しかもこれ Amazon で買ったんですけど、950円で買いました。結構お値段も安いんで、お手軽です。で、まあ類似品もいろいろ出てて、結構いろいろあるので、まあ自分好みのやつを買うといいんですけど、このバッグ止めるベルトプラス、これに関しては、キャンプ仲間の方で使ってる方がいて、で、それを見ていいなと思って買いました。カラーバリエーションもあるみたいなので、僕は黒を選んだんですけど、好みに合わせて選べます。で、これは特にキャンプ用に売ってるものではないんですけど、これはもう本当にキャンプに使うのにめちゃくちゃいいと思います。これあるだけで、まず電車キャンプ、本当テント持っていくのがすごい大変なので、リュックとか結構電車の中でも持っていくと大変で、キャリーだと結構こうテント持っていくのがすごく大変で、これがあるとすごくいいです。めちゃくちゃ楽になります。ぜひ皆さんも使ってみてください。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。